世界的な今のインフレについてですね。そうですね、アメリカはもう 8% 台のインフレっていうことで、これも40年ぶりぐらいのインフレなんですね。まあ、なのでまあ現役世代からしてみるともうほぼ初体験みたいなインフレになっていて、まあ、何が起こってるかっていうと、インフレは基本的に需要と供給で決まるわけであって、これどっちも未体験のようなことが起こってるってことなんですね。で、需要っていうのはなんで強いかっていうと、コロナ後にすごい経済対策もやってきて、もう前代未聞の金融緩和もやってきたっていうことで、ものすごく買う力が強くなっているっていうことなんですね。なんでそこまでやったかというと、コロナから世の中を平常化するためなので、多少副作用があってもものすごくアクセルを吹かせなきゃいけないというのは世論の支持も当然あったということで、余波というか今もその需要が非常に強いと。で、一方で供給要因としては、コロナからの再生の中でなかなかこう物流がうまく動かないというような状況がある中で、物不足あるいは人手不足、なかなか職場に戻ってこないというようなこともあって、人手も不足している。さらに今ロシア情勢とかもあって、原油価格とか小麦とかも値上がりしているという、この両方の要因がすごく重たいテーマがたくさん絡み合った結果、この 8% 台っていうものすごいインフレになっちゃってるっていうことですね。これでも、うん、多分それ以外に僕は要因あると思っていて、SNS とかも結構絡んでると僕は思って。 SNS、なんでですか？人手不足になるのはなぜかっていうと、はい、多分おそらくつまらない仕事っていうのがちゃんと可視化されてるんだと思うんですよ。だからその工場のラインとかで黙々と働いていた人たちが気づいた。それはでもあるかもしれないですね。で、結構単純労働って言ったら言い方悪いですけど、そういうところこそ今人が本当に取れなくなってるんですよね、アメリカで。で、当然人が取れないってことはものすごい給料も上がってるっていうことなので、私半年ぐらい前までニューヨークにいたんですけど、もうレストランなんかも本当に人が取れなくて、求人の看板とか立てまくりで。それでもあれですよ、インスタグラムのせいだと僕は思っていて。面白いですね。インスタグラムってキラキラ SNS じゃないですか。自分のキラキラしたところしか出さないじゃないですか。ツイッターとか結構ヘイトがいっぱいあるでしょ。文化違いますよ ね、ツイッターってなんか自分の悪いところをもう さらけ出すメディアだけど、インスタグラムでそんなことやってるやついないわけですよ。そんなことしちゃいけないような場じゃないですか。別に稼いでるわけでもない大学生の女の子がハワイに彼氏と行ってキラキラしてるみたいな、なんで私はコンビニでバイトしてんのに悔しいみたいな感じが、結構そういったところの現場から人がいなくなる大きな原因なのかなっていう。だから結果として何をやらなきゃいけないかっていうと、自動化なんですよね。ロボット化自動化をやらなきゃいけないんだけど、だからやっとそのインセンティブが出てきたから、そういう時代になるのかなと思ったんですよね。いろんな現場で人を雇った方が安いみたいな現象がずっと起きてたのが、ここ5年10年で大きく変わりますよと。僕はそれいいことだと思っていて、だから逆に言うと日本経済の愚策は、僕は外国人実習生っていうのは本当クソの制度だなってずっと言い続けてるんですけど、要はそのちゃんとした新加圧がかかってるわけですよ。人件費が高騰して単純労働から人がいなくなってるっていうところで、人件費が高騰してますよねと、インフレになってますよね。これいい進化圧だと思うんですよ。なんだけど、その進化圧を止めようとするわけですよ、外国人実習生で。その適切な進化圧がかからずに、イノベーションが進まずに、結果として負けてしまうっていう、全体としても賃金が上がらないっていう流れも続いちゃいますしね。本来ならばその人手が足りてないって、今の現状を自動化ってゆくゆくはそういう形にしていって、人材不足だから景気がっていうような要因っていうのはなくなっていくはずでいうような、なくなっていってほしいんだけど、なくならないんじゃないのとは思ってると。だからインフレは続いていきますよね。そうですね。でも面白いのは、だから日本って本当に、値上げが悪みたいになってて、みんなすいませんすいませんって言いながら値上げしてて面白いですよね。堂々と値上げしろよって思うんですけど、値上げせずに量を減らすっていうのも結構ありますよね。ステルス値上げですよね。もう最悪ですよね、あんな。